こんにちは永です、えー、今回はですね、犬飼いターボさんという方が書いた、星の商人という本の、えー、感想と内容を深掘りしてみたという動画です。えー、こちらのですね星の商人という本なんですけども、まあ、ざっくり言うとまあビジネス系の結構自己啓発本ですね。この星の商人という本なんですけども、内容が結構ファンタジー風なんですね。 あのまあ、ドラクエとかファイナルファンタジーとかああいう感じのこう中世のヨーロッパをテーマにしたような世界観でえこのなんかレキっていう少年が主人公なんですけどもえこの砂漠のある都市でえまあ海岸があったりとかしてそこにでそこでえなんか壺商人として壺を売る商人としてこのレキっていう少年が成長していくっていうストーリー。 が、えー、書いててあるって本がこの星の星ですねでその間でこう商人としての成長する上でえ実は商売の,その原理原則って何なんだっていうことをメッセージとして伝えているっていうのがこの本ですで、えー、目次が大体この大きく分けて4つですね他人の成功を手伝うことで自分の成功につながるとか成功者にふさわしいものだけが成功 ものだけの成功を手伝うべきであるとかそのものの成功をよく知ることが大事とか仕組みで分かち合うってこの4つのことが大きく、えー、分けると書かれていますとまず他人の成功を手伝うことが自分の成功につながるっていう原則がこの本では紹介されているんですけどもこの、まあ、確かに私も昔思ってたんですけども世の中の この富のの量いうのは実は有限だと思ってました。で他人の足を引っ張ってできる限り邪魔をすることでそれで自分の成功へ近づくんじゃないかっていうふうなことを私も思ってまして現にそういうストーリーがこの本では書かれているんですけどもただその他人の足を引っ張ることをすればするほど実は成功っていうのは遠のくっていうことが書かれています。 の主人公のほんの歴っていう少年がえとあるこの荷物ですねこのこ積んでいる一人のこう商人の人の手伝いをしてお金をもらったっていうエピソードが書いてありましてその船の積み込みですね荷物の積み込みを手伝うと歴がその時にこう気づいた格言のようでしてでそもそもこのビジネス自体がこ他人の面倒くさいと思っていることを代行してあげるとか お客様の悩みを解決してこう理想世界に連れて行ってあげるっていうお手伝いでその対価としてお金をもらうっていうことですからなのでそのお客さんがその積み荷をですね時間内に積めないっていう悩みをこう歴は自らの労働力を提供して時間内にこう積み荷をちゃんと積めるってこう理想世界をお客様を連れて行ていってあげるとそれでお金をもらってるんですね。 で次に、えー、成功者にふさわしいものだけの成功を手伝うべきっていう原則が書いてありましてこう他人のお悩み事を解決するとしてもお客様はしっかり選びましょうっていう格言なんですねで、歴がお客様をこう選ばずに商売をして痛い目に遭うシーンっていうのが結構描写されてましてお客様を選ぶのって本当に大事だなっていうことです私もいろいろ失敗した口でして 例えばまあコンサルタントとして稼ぎたいならまあ個人よりも経営者を相手にすべきとかそういうことを最近気づきましたしまあその個人よりも法人ってことですがやっぱりその個人のお客様ってなかなかこのお金を持ってないことが多くてその数千円の本を買うのさえも躊躇しちゃうみたいなことですね。 だけど、法人とか経営者層はそのアドバイス料とかは全部仕入れっていうふうなことを取られてますから、お金がどんどん出やすいですし、付き合っててストレスもないということですね。でも、お客様を選ぶことの重要性に関しては、以前私が書いた著書で、ワニタツヤさんの著書、あ、私が書いた記事で、ワニタツヤさんっていうコンサルタントの人が書いた、年間報酬3000万超えが10年続くコンサルタントの教科書っていう本。 に関してのの記事がありますのでこちらをご覧くださいで次のこの本の原則が、えー、そのものの、えー、成功を知れってことで相手のニーズをよく知ることが大事ですよってことが書かれています。えー、他人の成功を手伝えといってもその人の成功が一体何なのかっていうのをそれをしっかり把握しないとどの部分を手伝ったらいいかよく分かんないよってことですね。 まあ例えば、お客様がどういう悩みを抱えているのかとか、その悩みを解決して、どういう理想世界へ連れていってほしいのかとか、その理想を実現するために自分はどの部分を手伝えるのかをしっかりヒアリングをして、深掘りをすることがすごく大事です。そうじゃないとサービスも提供できないですからね。最後ですね、仕組みで分かち合うということが書かれてありました。これなんですが、これって要するに、 他人には他のもっとこういろんなたくさんの人に価値提供できるような仕組みを作って構築することこれが大事だということですね。の仕組みの構築って、えーまあ、例えばより他人,の成功を手、ね、他人の成功を手伝える人を増やしたりとか、まあ、世の中他人の成功を手伝える人を増やしてで世の中の富の総量を増やそうということですね。 でマーケティングが商売の私でしたらえもっといろんな人に、えー、マーケティングの良さとか価値を提供できるように、まあ、ブログを書いたりとか動画を作って、えー、より多くの数千人とか数万人の人にアプローチできるようにしたりとか、ね、1対1だけじゃなくてもっと広く1対1000ぐらいの人に価値を提供してマーケティングのすごさを知ってもらえるようになると思いますねブログとか動画を作ったりとかあとツイッターとかで発信したりとかしたらですね でなお、価値提供の方法を工夫することに関して以前、また先ほど紹介しました、えー、ワニ達也さんの、えー、に関する著書のレビューを書いた記事がありますのでこちらをご覧ください。でですね、以上より、この田犬飼いターボさんの「星の商人」という本の内容は「えー、また人の成功を手伝うことが成功への近道である」と。 で成功に騒わしい人を手伝ってちゃんと、えー、お客様を選びましょうということですね。で次が、えー、他人のニーズを把握してその人の成功をよく知ることが大事。で最後は、えー、仕組みを作ってより多くの人へ価値提供をしろということが、えー、星野商人の、えー、主な内容ということでした。ではですね、今回の動画はこれで以上となります。ではありがとうございました。